何が何でも今度の週末までにめちゃくちゃスリムになって、愛しあいつとメイケンラブ、鏡の中にキス、何が何でも食事はミネラルビー、一気に鎖骨になって、残り5日で女をあげなくちゃ、昔の彼と別れた、さっきのスタンデンバーで打ち出すものになりました、今はあいつの夢中よ、3度目のベッドの部屋でなんていきなりんでしょ、そこがまだいい感じ、何が何で今度の週末までにめちゃめちゃスリムになって、どしあいつと making love、 鏡の中にキス、何が何でも魔法のクリームになって、睡眠不足で目立って天使ランマンホットメイク、 Have a good night。 はい、今日はですね、桜っ子クラブ桜組何が何でもっていう曲です。これは1992年の11月25日、もうほとんど30年前、29年前ですね。桜っ子クラブ桜組自体はね、この何が何でもという曲そんなに大ヒットしたわけじゃないですけれども、この桜っ子クラブ桜組にはですね、その後役者として、とても大きな存在になっていく中谷美紀さんであったりとか、菅野美穂さんとか、彼女たちがねまだとても初々しいアイドルとしてね、やってる姿っていうのが、まあ、私も今回これを歌ってみようと思ってなんか YouTube なんか見てたらね、なんでしょう、もうそういう、まあ、他にもねいっぱいなんかその後いろんな形で、芸能界でこう頑張っていった人たちがね、他にもその桜組いるんですけれども、あれがね30年前かと思うともうびっくりなんですけどね。まあ本当にこうなんでしょうね、私もいろんなアイドルに曲も提供してきたりとかしてきた中でね、まあほんとこうアイドルって大変ですよね。やっぱりだから一概に売れりゃいいってもんでもなくてね、当然最初はみんな売れたくてやるわけだし、まあ私もね売れろよっていうつもりで曲当然作るわけですけれども、まあでもね、例えば子役の人たちとかね、子役でいっぺん有名になっちゃってから結構人生ハードモードになっていく人とかもやっぱり多いわけでね、なんかね本当にこう人生っていうのはね、そこら辺は一筋縄ではいかないんでね、この今回これを歌ってみるにあたってのその30年前の映像なんか見ながら、他にもねその参加してた皆さん幸せになってるといいなぁなんて思ってしまったおじさんとしてはそういう感慨深い映像でした。そんな桜っ子クラブ桜組の何が何でもでした。